BRMP67 はブリティッシュレーシングモータースが1964年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。トニー・ラットが設計した。ファーガソンがレースから撤退した後、彼らはその4輪駆動技術を興味を持った F1 マニファクチャラーに提供した。1966年シーズンに F1 のレギュレーションは3リッターエンジンに、 変更することとなり、それが近づくにつれ BRM は四輪駆動にチャレンジすることを決めた。P67 は、車体が P261、サスペンションは P57、エンジンは1.5リッターの P56 エンジンを前後、反転して搭載し、ファーガソンのトランスミッションが組み合わされた。マシンは、若手エンジニアのマイクピルビームが開発を担当した。 ピルビームは後にヒルクライム用車両開発で名を挙げる。P67 は1964年、イギリスグランプリにリチャード・アトウッドのドライブで参加したが、予選の終了後 BRM は決勝から撤退した。その後、BRM は4輪駆動プログラムをオクライジとし、H16 エンジンの開発に注力した。興味深いことにこのエンジンは 4WD 用の2本目の ドライブシャフトが通るためのスペースが存在していた。手本となったファーガソン P99 もヒルクライムで活躍しており、P67 は後にヒルクライムで使用されることとなった。1967年には2リッターエンジンに乾燥されパワーアップが図られた。ファーガソン製トランスミッションのトルク配分を調整した後、P67 はヒルクライムで大成功を収めた。 ピーター・ローソンは1968年にイギリス選手権でタイトルを獲得した。ありがとうございます。